願いします。通りがかりで名前が気になって、はい、バーバーって書いちゃったからめっちゃ気になって、はい、はい、ダメージやばいんですよ。ブリーチかけて、はい、でツイストもその後やって、はい、毛先全然ダメです、はい、で昨日まで、はい、昨日まであの金髪だったんですけど、あの色つくトリートメントやって、これ先の方ちょっとそうめちゃくちゃムラあるんですよ、はい。いつからあるんですか。はい、祖父だ。すごい。70年。すごいですね。床屋さんってめちゃくちゃ久しぶりですよ。なかなか。痛みすぎて串通りません。大丈夫です。もう床屋一家です。そうですね。あの息子さんが父を。何が、はい、美容師なんです。ああ、そうなんですか。あの上2階で美容室やる、はい、ああ、そうなんですか。あ、そういうことなんですね。はい、美容室ですもんね。そうなんですよ。兄なんですよ。紹介が出るじゃないですか。似たような。って言われるんで、もずっとこの名前でやってるんですか。バーバーでやってるんですか。そうですね。すげえ、めちゃくちゃ先取りですよね。バーバーってだからまた一周回ってっていうか、はい、ああ、そういう感じなんですね。スポーツ選手なんですよ。そういうチャンネルって言われた。運動を格闘技です。はい、総合何でもあります。はい、これ何ですか。これシャンプーです。これシャンプありがとうございます。はい、ありがとうございます。